はい、今回はフラッシュ狙いのデッキになってます。なんとね、トランプのこの4種類のスーツというか、スペード、ハート、クラブ、ダイヤのうち、これこれのカードをスペードにするみたいなっていうことができて、ハートとクラブの半分ぐらいのカードを全部スペードにしちゃいました。なんでガンガンフラッシュこれで狙っていこうと思います。これいいですね、なかなか。はい、でラン情報を見ると、これか、フルハウスを作るとレベル4で結構お金がもらえると、フラッシュはレベル2なんで、もうちょっとフラッシュのレベルを上げないとクリアまではいかないかなという感じですね。あと3カード2ペアが2倍になってますという感じですね。でですね、今回すごい運が良かったのが、最初の1ラウンド目クリアした時にこれがもらえたんですね。リフラフ、ブラインドが選択された時、2コモンジョーカーを作る。ブラインドっていうのは1試合みたいな、1回試合スタートした時にみたいな感じなんですけど、だから、ここら辺のカードは買ったわけじゃなくて、勝手にここから、出来上がってきたやつなんですよね。買わずに無料でランダムで引いてきたジョーカー。でも空きマスがないと作ってくれないという感じですね。で、それで、スペードのスーツのカードがスコアされた時倍率プラス3という、スペードのフラッシュを狙ってるんで、これでガンガン点数が入ると。で、奇数をスコアされると、チップが31。偶数をスコアされると倍率が4。で、これは、このプレイでポーカーハンドの回数を倍率に加算するなんで、毎回、ね、役を作るたびに倍率が上がるみたいな感じですね。で、これが2枚までの選択されたカードを破壊するということで、いらない、スペード以外のカードを消しちゃう。まあ、スレイザースパイアであったね、デッキ圧縮みたいなことができるんじゃないかなという感じです。これもできるんじゃないかな。選択した1枚のカードをスチールカードに強化する。このカードが手札の間、使いづらいですね。天体パック。ここで、天体パックというのは、なんだかな。まあ、お金がいっぱいあるからやってみましょう。購入して、フラッシュのレベルを上げたい。ワンペアレベル上げ、フォーカードレベル上げ。あ、フラッシュ。フラッシュのレベルアップ。これもちろんする。で、フラッシュがレベル3になる。で、フラッシュを作ると点数が倍に跳ね上がるみたいな感じですね。これもやっていこう。天体パック。このフラッシュが出るとすごい強いんだけど、どうかな ?2 ペアが出る、2ペアのレベルアップ、4カードのレベルアップ、お、フラッシュレベルアップ。めちゃくちゃ強いぞ、これ。さあ。という感じで、6ラウンドまで進んできたわけだが、これはショップでのタロットカードの出現率、あんまりタロットカードいらないんだよな。よし。で、リロールしてなんかいいの。金があるだけ使った方が多分いいでしょう。ダイヤはいらないよね。これは、ハイカードのレベルアップはいらないな。もう一回ぐらいリロードしてみようかな。なんかいいのが出たらいいなという感じで。すべてのプレイされたカードがスコアに換算される。カウントされる。クラブのカードがディスカードされるたびに、チッププラス3を得る。これなんか良さそうだね。もうね、これいらないと思うからね。これを売って、で、こいつを入れてみようか。すべてのプレイされたカードがスコアに変わるんです。あ、強そうではあるわ。どうだろう。次のラウンド行ってみましょう。これ、ただ、ちょっと問題があって、そのボスによってはね、そう、スペードはスコアに換算されないみたいな特殊攻撃をしてくることがあるんだよね。それがちょっと、問題で、それさえなければクリアできるでしょう。余裕だと思うんだよな。フラッシュさえ作れば2万点ぐらいは余裕でしょう。あ、早速できている。これでフラッシュでどれだけ点数になるか。待て、その前にこれを使おう。1回しか使えないやつ。まあ、いいか。とりあえず使おう。フラッシュできるときはやってしまおう。これをプレイすると、いくらなんだ?このスペードのフラッシュだけで13倍
3倍、あいつ3倍、どんどん上がってく。1、5、3倍、偶数でも上がる。ああ、でも全然足りないね。足りないね。ダイヤ、クラブ、こう。ちょっとこれディスカードしてみようか。ダイヤいらないっていうことで。使用できないのか。2枚までの選択されるカードを破壊する。2、3あたりのすごい弱いやつを。これフラッシュしてもいいんだけどね。ダイヤでフラッシュしてもいいんだが。ダイヤでフラッシュしてあげるか。ダイヤでフラッシュだとちょっと弱いような気がするが。それでも点数にはなるだろう。せっかくなってるならやってしまおう。これで、ダイヤでフラッシュしたことないんだけど、これでいくらになるんだろう。偶数で倍率が上がるっていうのと、奇数で倍率が上がる、スコアが上がるっていうのと、組み合わせて、それから、あ、これだね。2万6000はいった。2回で2万6000いったが、余裕勝ちだったと言えるでしょう。金も稼いでるし、すごいいい感じ。まあ、めちゃくちゃ強いやな。これが、今、すべてのプレイされたカードがスコアにカウントされる。スプラッシュ。あんまりこれ役に立ってない気がするね。スコアにカウントされるのは当たり前だからね。倍になる。もうちょっと強いジョーカーを手に入れたい感じだね。これはランダムなタロットカードを最大2枚まで作る。資金を2倍にする。あんまり資金2倍にしてもなーっていう感じ。ショップでタロットカードが出てもしょうがない。4枚までジョーカーから2枚を選ぶ。いいね。まずはタロットカードを作ってみるか。空きが必要。空きが必要。タロットってこ、タロットってこっちか。そうか。こっちにしようか。ジョーカーカードをなんか買ってみましょう。スコアされるフェイスカードがない反動を連続でプレイするために倍率。微妙だな。チッププラス100。手札がプレイされるたびにチップマイナス5。ああ、だんだん減ってくけど、アイスのように溶けていくけど、最初はチッププラス100から始まるってことか。なるほど。ブースターパックを回復するたび、手札にあるキング1枚につき、倍率 1.5 を与える。レア。ちょっとデッキ見てみようか。キング自体が1、2、3、4枚。そうそう、そうでもないからね。こっちの、これにしてみようか。これよりは良さそうだからな。こっちを打って、このアイスにしてみよう。なんか他にもう一個選べるの？別にいらないね。さて、どう？コアとから、タロットでいいのがあるかどうかだね。これ今使うってことはできないのか。5枚から2枚選べるなら、まあなかなか強いんじゃないかな。どうだろう。ランダムな惑星カードを2枚作る。いいね。選択したカードをゴールドカードに許可する。手札にある場合、どうですか？ 3 枚までの選択カードをダイヤに、ダイヤにはしたくないな。ランダムなジョーカーカードを作る。選択した1枚のカードをグラスカードに評価する。4分の1のカードを破壊する。倍率に。破壊されるのも困るしね。難しいね、これ。こっちにしようか。惑星カード作ろう。レベル4カードが大したことないけど、まあ、使うだけ使っていこう。で、次。次。いや、他に、ランダムなジョーカーカード作っても弱くなっちゃうもんね。選択して1枚カードをグラスカードに強化する。
壊れてもいいやつを、ジャックよりも3とか壊れてもいいやつをちょっとガラスにしてみようか。壊れるの嫌だけどね。ガラスカード。強くなったぞということで、ちょっとリロールしてみるか。いいのがなんか出ないかなっていう。2ペアである場合、5得る。購入。ラウンド終了時にドル1を得る。ボスを倒すとドル2増加する。あんまりだね。このまま行ってみよう。さて、どうだ。3万点。3万点いけるか。1回で2万点ぐらいいけるから、多分いけると思うんだよね。1、2、3、4、5。ちょっと困るね。これはディスカードして、いらないのはディスカードする。まあ、確実にスペード引いてこれるだろうという感じですね。ディスカードする。スペード引いてきたらそれを入れて、これは倍率が高いやつでしょ。チップ3倍、あと9入れて、で、これでハンドプレイすると2万点ぐらいいくでしょう。どうですか？キーカード31プラス31倍率3、10倍率プラス3、9倍率プラス3、31倍率4プラス31どうだ？あ、2万点か。でもちょっと苦しいね。でもまあ次もフラッシュ狙いで。ラッキーカードは運がいいと5分の1の確率で倍率がプラス20。15分の1の確率でドル20。すごい。これどうだ？ハンドは6回あるから、その中でフラッシュしまくってれば、おそらく勝てる。倍率3、31フライ。倍率3、31増え。倍率3、31増え。倍率3、31増え。2、3、倍率4、どうだ？いやー、これは余裕勝ちではないか？クリアできそうな気がしてきた。2回で4万点いくからね。さらに強化するには、フラッシュの倍率を上げるっていうので、惑星カードをひたすらなんかやりたいところだね。これは ?3 枚以上のフェイスカードがディスカードするとかいらねえな。ああ。スペードはいくらあっても困らないから、買うだけ買ってみようか。あ、これやるの忘れたね。いらないカードを2枚破壊するっていう。これはスペード以外のカードを破壊して圧縮したい感じ。購入しようか。スペードあっても困らないから購入しよう。で、惑星と3枚のトランプから1枚選んでデッキに加える。これもなんか入れてみましょう。よし、購入しましょう。フラッシュを1ペア。ストレートフラッシュ4カード。毎日だな。ストレートフラッシュはなかなか作れないからな。4カード。ワンペアのレベルを上げたところで、カードか。フラッシュで一気に勝負する。いや、いまいちだったね、これは。フォーカードめったに作れないからね。レベル上げてもあんましょうがないっていう感じですよね。で、これだ。トランプ、いいトランプがあれば、なんか欲しいなという感じ。ダイヤ、ハート、ディスカード、パープルシール、ディスカードされたときタルットカードを作る。チッププラス4分の1の数でカードを破壊する。ディスカードされたときタロットカードを作る。いや、でもいらんな。これはスキップだな。さすがに。さすがにいらんな。スキップ。お金があるからボスと戦う前にリロールしてみましょうか。ワンペアレベルアップ。毎日だがやるだけやってみるか。手札にあるフェイスカード1枚につき、絵柄カードです。2分の1の確率でドル1を当たる。いらねえなぁ。いらねえな。このまま行こう。ワンペアも、2ドルで上がるんだったら、上げるだけ上げとくか。はい、いつ。購入&使用。使用しとこう。ここ開けても悪いことはないんだけどね。
ワンペア作るってことがめったにないからね。次のラウンド行きましょう。すべてのフェイスカードが裏向きでドローされる。ひどいなぁ。これは難しいね。見えないってことか。見えないけど、見えないけど、これは、数字の、ランクの順に並んでるんだよね。これランクの順に並んでるんだよね。で、スーツの順に並べてみれば、スペード一番前でしょ。だからスペードでいけるはず。失敗したら怖いな、でも。スペードが一番前でしょ。ランクで並べると、だからスペードの上の方の数字だっていうことが多分わかるんだけど、これ失敗したら怖いな。まあ一回行ってみよう。倍率上がるやつ。多分大丈夫。そうだよね、そうだよね。倍率4、倍率3、10。これ気持ちいいんだよね。この、どんどん倍率が上がってめっちゃ点数が入るっていうところが気持ちいいんだよね。どうだ、2万点ぐらいいくでしょう。さあ。さあ、これも。ランクで並べたり、スーツで並べたりすれば、スペードが4枚っていうのは分かってんだよね。ここは見えてるところでフルハウスやるっていうのもありだね。ね、あえてディスカードせずに、これフルハウスになるから、フルハウスでもそんなに点数稼げないかなと思いますが、まあ行きましょう。フルハウス、倍率31、倍率31。奇数だと、奇数と偶数で上がるっていうのがあるから、これで、いくらぐらい入るんだ？さてと、スーツで並べるとスペード1234か。これでちょっと待てよ、このいらない、まあフルハウスで終わらせるっていう手もあるんだが、個人的にはいらない、これをこれとこれを使用して、選択された2枚のこの弱そうなカードは破壊してしまって、スペードデッキに染めてしまいたいから、これやってみよう。で、これディスカードすると。これと、これをディスカードすると。スーツ、ランクで並べて、スーツで並べて、ということは大丈夫。これちょっと今使うのもったいないね。もうほぼクリアできるから、普通にフラッシュでいいね。これ多分フラッシュ。使いたいけど、これ割れてしまうのが怖いから。いざという時に使うために取っておこう。これで多分、フラッシュ。裏向きめんどくさいね、本当に。フラッシュやると2万点はいくから、多分クリアできるはず。アンティの6がクリアして、アンティなの、あと2ラウンドで、そうクリアだか、果たして足りるかどうか。ラッシュのレベルを上げるか、なんかしないと、ちょっと勝てなくなってきたかなという感じですね。これは、ボスブラインドをアンティごとに1回リロールする。ああ、嫌なボスが来たときに、保険として、アンティごとに、1回リロールする。1ロールあたり10使えば嫌なボスを回避できるってことか。いいね。それとフラッシュを上げる。3枚は惑星カード選ぶ。これはちょっと購入しとこう。10G あればボス、嫌なボス、スペード無効とかいうボスが来た時にそれを回避することができるんで、ここ
投入しよう。さあ、ラッシュを。ラッシュを。上げてくれ。4カード。フルハウス。2ペア。うん、いまいちだな。フルハウス上げてるんで、フルハウスのレベルガンガン上げようか。金取っといた方がいいかな、これだと。フルハウスのレベルが上がってると、それだけで1万点ぐらいいきそうだからな。それとフラッシュはまあ無理だから、やめよう。一回リロールしようかな。金貯めとこうか。一回だけリロール。それとフラッシュ上げてもしょうがない。プレイしたポーカーハンドのレベルがアップグレードする。4分の1の確率。わー、これ羨ましいね。欲しいね。要するに、フラッシュを作れば作るほどアップグレードするっていうことでしょう。これは入れた方がいいね。問題はどれと交換するか。このアイスクリームがもうだんだん溶けてきてるから、これと交換して入れてみようか。間に合うかな？これ、序盤の方でこれやってたらもうフラッシュがめちゃくちゃレベル上がって勝ってたんだろうなっていう気がする。よし、これでいこう。フラッシュを作るたびに4分の1の確率で、いやー、弱い。これはディスカードしないといけないね。これはこれをディスカードして、すごい。4カードプラス、これすごい点数なんじゃない？しかもラッキーの可能性もある。レベル上がってくれ。4カードすごいね。4カードのレベルもちょっと上げてたから、もしかするとすごいことになるかもしれない。プラス、4カードプラスフラッシュっていう。あー、ダメだこれ、今。フラッシュは無効にされて、4カードの方を選択されちゃった。ひどいな、そんなことあるんだ。664865。うわー、これ全部ディスカードしないといけないな。いらんカードばっかりだわ。ちょっと。スペードで行きたいんだよな。8645。5枚しかディスカードできないんで、とりあえずこれディスカードし。いやー、今の4カードにされるんだ。そう、初めてその仕様を知ったわ。そうするとクリアできない可能性が出てくるから、まずいね。これはさすがにフラッシュとして見てよ。4カードとフラッシュのダブルスコアになるかと思ったんだけど、そうはいかないんだね。ああ、4分の1の確率来ないね。いやー、クリアできないかもしれないな、これだと。まさかの4カードミスとは。これディスカードラストだから、これでスペードが来ないと終わる。来た。よかった。これまだガラスのカード使わない方がいいか。使わなくても2万点ぐらいいきそうでしょう。ガラスのカードちょっともったいないんだよね。上がってくれ。レベルが上がってくれないと、4分の1の確率でフラッシュレベルが上がってくれ。頼む。頼む。上がらないね。いや、できるんだけど、レベルが上がらないとどうしようもない。ジョーカーが、お荷物になっちゃってるのに、一番右のジョーカーが。いやー、ちょっとクリアが厳しくなってきたね。ラウンド終了時にドル4。もうお金いらない。スタートフラッシュもいらない。トランプから1枚。タロットカードから2枚選んですぐに使用する。いまいちだね。お金取っといた方がいい気がするんだよな。トランプ1枚入ったところでっていう感じがするからな。このまま次のラウンド行ってみよう。52,500。52,500つきついなぁ。きついなぁ。キングはいいけど。まあでもフラッシュ狙いでいくしかないんだよね。もうフラッシュデッキなんだから。捨てるしかない。そろそろ厳しくなってきた。
まあ、これは、カードが割れたとしても2倍でいくしかないね。倍率上がってくれ、お願いだから。一番右のジョーカーが活躍してほしい。割れるなよ、割れるなよ。4分の1の確率で割れる。割れなかった。あー、割れた。4万8000までは行ったけど、これまたこれを捨てて、いや厳しいね。ディスカードして4万8000までいってるから、まあなんとかなるでしょうという感じだね。いやー、ガラスが割れちゃったのきついな。頼む、フラッシュのレベル上がってくれ。4回目だからそろそろレベル上がってもいいはず。レベル5にしてくれ。お願いだ、お願いだ、お願いだ。クリアはできるんだよ。クリアはいいんだよ、いいとして。ああ、上がんないな、レベル。いやー、上がらないな。一番右がすげえゴミになってるな。クリアまではいけてるけど。でした、ワンハッペア。タロットカードから2枚選んで、トランプ1枚。タロットカードから2枚選んで、すぐに使用するか。これは？上がらないんだよな。くっそだな。これが4分の1。タロットカードやってみるか。選択して1枚をグラスカードにする。いいね。割れてもいいやつってことでしょ。ランダムなタロットカードを2枚作る。3枚までの選択肢をハードに変換する。したくない。資金2倍。別にいらない。現在すべてのジョーカーのセルバリュー。これか。グラスカードを作っておこう。割れてもいいやつ。だからこいつを、グラスカードに強化すると。他にもなんかできるって？ランダムなタロットカードを最大2枚まで作る。黒。もう一度、あそこにできたのか。これを使うことできるの？今は使えるの？選択した1枚のカードをストーンカードに強化する。ストーンカード、チップ50、ランクおよびスーツはない。あんまりね、これ好きじゃないんだよな。なんか、売却しよう。ランダムなジョーカーカードを作る。これも好きではないな。さてと、勝てるかどうか。これいらないからな。一回リロールして、なんかいいのが出るか見てみよう。資金を2倍にする。最高20。今20だよ。4分の1の確率でランダムなジョーカーに、いずれかをくらえる。チップ50。ああ、ジョーカーに能力を加えるんだったらめちゃくちゃ強いじゃんね。使いましょう。外れたのか、今。外れたのか。このままじゃ、いや、当たれば、この辺のジョーカーがパワーアップしたってことか。次のラウンド行こう。なんだよ、これ。これをどう見るかだね。このボスの能力。17枚のカードが裏向きでドローされる。まあ、裏向きでも、フラッシュは作りやすいから多分大丈夫だろうと思うんで、このまま行ってみようか。問題7万点。もういけるかどうか。これデッキ全部なくなったら終わりなのかな？これもう、このまま並んでるから、このまま行くしかないよね。1、2、3。で、フラッシュのレベルが上がったら最高なんだけどな。で、ハンド。これで何点いく？これで2万点ぐらいいくでしょう。もっといくかな？ああ、レベル上がった！よし、今フラッシュのレベル上がった。最高だ。フラッシュのレベル上がってる。最高だぞ。最高だぞ。先にレベル上がってから、この、スコアが計算されるんだね。だったらかなりいくんじゃない？ああ、でも2万点か。これでようやく2万点ってことは弱いね。スーツで並んでる、今。ランクで並ぶと、こうか。スーツで並んでるってことは、これは全部スペードだから、
の4枚がいらないってことだ。ディスカードして、スペードが1枚でも来れば、お、来てるな。ここでやっと2万点、2万点、2万点、2万点で。そう。しかし、残りのカードが少ないと、このレベルが上がってくれれば、そうだ、レベル上がれ。上がんないか。レベル上がって2万点だったから、届かないかもしれないね。フラッシュ4回やって、ようやく8万点だから、最後クリーマンでは。いかないか。うん、そうだね。これダイヤ狙いでも良さそうだね。これ3枚切ってダイヤ狙い、スペードは取っといて、それでもいいか。ちょっとそれで行ってみるか。スペード狙いよりはいいよね。でもダイヤが来ない可能性もあるから、ちょっとデッキをちょっと覗いてみよう。デッキを覗くには ZL。あと残り、ああ、ダイヤ3枚しかないのか。来なかった時が厳しい。来なかった時が厳しい。3枚捨てて3来るかっていう話なんだよね。まあ、来なかったら諦めるしかないか。フラッシュ作らざるを得ないか。フルハウスは作れる可能性はあるか。ちょっと、ランクで並べてみようか。10、10、8、8、7、6。これで10か8を引くっていう作戦もあるんだよね。見てみる。10か8が引ける可能性は ?10 が1枚、8が2枚。うん、一緒だな。確率的には。ということは、ダイヤ引いてくるのを期待するか。これ引いてこなかったら相当きついし、引いてこれない確率の方がかなり高い。だったら、役を作るっていう手もあるんだよね。ストレート。ストレート作れるんじゃないこれ。どれをランクで並べたら。8、7、6、5。惜しいなこれ。8、7、6、5。8、7、6、5で9か、9か4を待つっていう手もあるんだね。9が3枚。4が3枚。ああ、そっちの方が確率が高いかな。そうだね。そうしてみるか。8765で9か3が来る確率の方が6枚あるから高いだろうという読みでディスカードしてみよう。来なかったら厳しい。来なかったね来なかったね。8765無理だ。これスペードで狙うしかない。あと1回しかディスカードできない。まずいね。まずいね。スペードフラッシュ狙いしかないよね。まあこれは確実に来るだろうとは思うんだよね。で、ディスカードはあと1回しかできないからかなり厳しいですよ。スーツで並べる、これ。スーツで並べる。すると上から行きましょう。1、2、3、4、5。これで、ハンドプレイ。これでまた2万点ぐらいはいけるはず。レベル上がらないな、フラッシュのレベルが。そんなにバンバン上がってたら、ちょっと壊れカードになっちゃうよね。一番右のジョーカー。8000点ぐらいいけるでしょう。おー、やっぱりスペードデッキだから、いけたね。よかった。ディスカードしなくて。3、4、5。ああ、ギリギリ、フラッシュ。フラッシュデッキで、なんとかクリアしている。レベル上がらんとも苦しいかな。と思いますよ。1回2万点入るから4回フラッシュ作れば8万はいくと。ギリギリクリア。さて、ラストだよ。ラスト8ラウンド目来ました。お金は残しておいてもしょうがないから使いまくった方がいいってことで、クリアするとなんかアンロックされそうだし楽しみではある。さて、金は使いまくる。すべてのジョーカーのセルバリューの合計を当たる。フラッシュレベルアップ。やった、これはすごい。倍率が2。フラッシュレベル6になった。これでかなりスコアは上がるでしょう。これはラウンドごとの
利息、獲得、ドル1、もうドルはいらないんだよな。2枚までのジョーカーから1枚を選ぶ。いや、サラじゃない。5枚のトランプから1枚選んでデッキを加える。まあいいか。スペードがもし入ったら嬉しいっていう意味でちょっと買ってみるか。スペードないな。スペードがないんだったら、スキップだ。いらない。これは？リロールしよう。リロールして、より何かいいものが出るのを期待しよう。ジョーカー。フェイスカード、プレイされたフェイスカードが倍率5を当てる。いいね。5倍になるのか。5倍。ということは、このカードを売ると現在のボスブラインドを無効にする。うわー、強。強。最後のボスが強そうだからね。いやー、欲しいけど、何を捨てるんだっていう話になってんだよね、これ。いやー、どっちも強いからキープしたいけど、どれも。いやー、強いな。ベース ×5。回数 ×5。いやー、ちょっとこれを捨てて、この確率が低いやつを捨てて、どっちかを入れたい気がする。フラッシュ6まで上がってるから十分と見るか。レベル6は 60×114。シャープ31っていうのはどういうことだろう。フラッシュレベル6まで上がってるから、これ以上上がることはないと見て、フルハウスも上がってんだけどね。見て、より点数を稼ぐならこっちだよね。フェイスカードが、っていうことは、キング、クイーン、ジャックをスコアしたときに、倍率5だもんね。強いよな。じゃ、売るか。レベル1回上がったから、よしと、まあ、頑張ってくれただろうということで、こっちを買おう。これで勝負。1枚のジョーカーが売られるまで全てのカードにデバフが来る。うわー。うわー、これ。頑張りましょう。何点？ 5 万点。5万点なら余裕でしょう。これを4枚を捨てて、ディスカードして、いらっしゃい。ラッキー、ラッキー。これね、4カードにならないように、4カードとか、フルハウスとかの方が上だとか言うとき困るね。これで一気にクリアできるんじゃないかな。そこで倍率が5になるから、これはでかいよね、やっぱり。一番右の太陽ジョーカーカードが強い。どこまでいくか。1800か。まあまあだね。これもこっちを捨てて、1、2、3、4枚捨てて、ディスカードし、わあ、コネ。こんなことあるんだ。そんなバカな。ガラスは取っとこう。もったいないからな。3、4、これでクリアできるんじゃないかなと思います。クリアできた。問題は最後のボスをどうするかなんだよな。いやー、初めてクリアするぞ、これ。このままいけば。なんだけど、一番最後のボスの能力が強いから、それをどうするかだな。交換、エースとストレートを含む場合、タロットカード、あんまりだな。選択した2枚のカードに倍率、2枚のカードを倍率カードに強化する。すごいね。なかなかいいね、これ。ラウンドごとの利息、これはどうでもいい。3枚から1枚選んで、デッキに加える。
4枚までのジョーカーカードから1枚選ぶ。うん、トランプ選んでみましょうか。普通のクイーンで十分かな、これ。クイーン選択。ただクイーンだけでも十分だ。リロールするか。リロールするか。必ずし。さあ、なんだ。ああ、ポップコーンも強いんだよね。すでに、単純に倍率20。いやー、でも、いやー、ポップコーンね、序盤で使ったんだけど。ああ、大丈夫でしょ、このまま。4枚のジョーカーから1枚。これ以上に強いジョーカーないような気がするんだよな、フラッシュ。このまま行こう。上のカードなんだったっけ？選択した2枚のカードを倍率カードに強化する。7万5千か。頑張りましょう。強化するのはそのターンだけかな。最後、うん、強化してみようか。せっかくだから強化してみようか。ブルーシール、このシールがある場合、選択した2枚を、これをちょっと強化してみようか。せっかくだから。倍率カードに強化する。よし。した。その上で、これを、ハンドプレイする。3万ぐらいいくんじゃないかな？単純に計算できないけど。前かいまいちだね。ガラスね、使ってしまうしかないか。でも最後にボスもいるからな、ガラス取っときたい気がするんだよな。ディスカード X、 ガラスはボスに取っとこうかな。これラッキーカードで5分の1の確率でバージリスが20になるっていうね、素晴らしい。これはいくらいくんだ。さあどうだ。28,000でいけば、さっき倍率2個4倍にしてようやく28,000だから2万ぐらいだと思う。どうだ。おお、あと2万いけば、ちょっとガラスは割れる可能性があるんで、ちょっと控えてディスカードをまずし、ガラスじゃないので行こう。少々。これで多分、これも倍率カードだからね。多分いけると思うんだよ。あと、フェイスカードが3枚入ってるから、これで4倍、4倍、4倍。5倍かな？ 5 倍か。10万も確実にいけそうなんだけど、問題は、ボスの特殊能力だよな。これ何も超えるでしょう。どうだ ?3 枚開いた。うわぁ、強い。今まで一番入ったね、スコアが。で最後のボスは10万なんで、余裕でいけるんだけど、特殊能力は問題ないんだよな。これ、1か8かかけるしかないね、特殊能力。特殊能力が、すべてのカードにデバフがかかるっていう特殊能力なんだよね。最後のボス。それを、防ぐことができるか。これはよくハンドサイド1コモンホログラム倍率強いな。これえ、これ単純に倍率プラス10なの。だったらこっちより強いかもしれないね、スマイリーより。3枚までの選択されたカードハードは変化。うわー、これ悩むな。コモンホログラムハンドサイズ、ハンドサイズ、さらにハンドをプラス1するってことは、ハンド今6になってるから7になるってこと？いやー、でも他のやつ強いからな。これちょっと保留だな。これはもういらないから、惑星をちょっと購入し、これでフラッシュのレベルが上がれば
2ペア、1ペア、ストレートフラッシュ、3カード、ハイカード。いやー、ゴミだ。どれもゴミだ。ストレートフラッシュで勝つっていう手もあるが。スペア。スペアのレベル上げるか。仕方ねえな。ゴミだった。もう一個いけるの？もう一個取れるなら、スリーカードあたりやってきますか？これレベル上げても大してしょうがないんだよな。さてと。さあ、トランプ何か加えましょうか。スペードがあれば。おー、すごいスペードが来てると。この、ラウンド終了時にこのカードが手札にある場合、ドル3いらないな。チップ50。チップ5が、で、これ50、数字の50と同じ扱いってことでしょ。じゃ、これちょっともらっておこう。デッキはなかなか良いが、これも欲しいんだけどね。一番弱いカード、これどれだろうね。捨てるに捨てられないんだよな。新星が一番弱いか。いやー。欲しいけど、ちょい待ったみたいな感じだよね、これ。さあ、行くか。欲しいけど、もう入れられないんだよ、枠がね。プレイの回数が倍率に換算する。なんだよ、ポーカーハンドの回数を倍率に加算するぐらいだったら、倍率10倍。これ何の条件もなしにただの10倍だったらめちゃくちゃ強いよね。プレイ回数だから1、2、3。だったら超新星よりこっちの方が強いんじゃないか。ハンドの回数2、3、4で2倍、3倍、4倍でしょ。こっちは単純に10倍。なんかないよね、あれが。こっち売るか。わかんない。失敗したらごめんなさいって感じだ。購入しよう。次のラウンド行くんだけど、これだな。問題はこれだな。全てのブラインドをレイズ、ブラインドを更新。ブラインドを更新するのが1回できるっていうはずだったんだよ。これが問題なんだよ。1枚のジョーカーが売られるまで全てのカードにデバフがかかる。ひどすぎるよね、これ。ブラインド更新したいんだけど、更新できる？なんかであったよね。僕の持ってるなんかの能力であった。ボスをリロール。一番左上にあった。これだ。このデバフはちょっとひどい。もっと強いやつが出たらまた困るんだけど、これを運だからかけるしかないよね。ボスを1回だけリロールできる。リロールしてやれ。何になった？すべてのジョーカーカードを裏返してシャッフルする。別にジョーカーカードを裏返しになったところで問題ないよね。裏返しになってシャッフルされたところで問題ないよね。もしかすると、今手に入ってるのが全然違うジョーカーになっちゃうってこと？それだときついな。この中で、あ、そうか。それは仕方ないな。これは選んだ僕はまずかったってことで。負けは負けだ。全然違うジョーカーになっちゃったってこと、これ。もしかすると。うわー、ひどいな。この、今の5枚がただ、そうだよね。そうでもないと、僕、強すぎだもんね。いや、これじゃ、倍率が悪いから、10万点いかないってことか。あ、一応入ってるね。でも裏返しても別に悪くなくない？内容は変わってないような気がするな、これ。内容は変わってない気がするな。
あ、でも、だいぶ下がってるな。下がってるな。内容は変わってないように見えてだいぶ下がってたね。ダイヤで行きたいけどな。スピードで行くしかないよな。カードして、いやー、10万点いかなそうだね、そうすると。回クレッション1万5千が6回じゃ10万点いかないもんね。なんかで下がってるな、下げられてるな、裏返されて。いやー、弱い、弱くなってる、めちゃくちゃ弱くなってる。これがでも強いんじゃない？チップ50だから。ディスカードし、ディスカードの回数も減ってきた。まずいな。いやー、クリアできないか。これガラス使って4倍一発勝負だね。この倍率ラッキー、ラッキー使ってオイル、ガラス使ってこれで点数が爆上がりすることを期待するしかない。割れても仕方ない。倍率20になった。いいです。お、かける2になった。割れてない。おお、すげえ、クリアした。8万いった。ガラスが強かった。あ、クリアで終わりでしょう。そう、完璧だ。クリアしました。デッキもアンロックしてハイスコア8万1000出た。今1回のプレイで8万とか出た。すごいね。やっぱフラッシュ強いね。終わりかと思ったんだけど、エンドレスモードがいけるんだ。どこまでいけるか。シードっていうのは多分このデッキを後で見ることができるんだね。エンドレスは、また次回。